お、ああ、そうだな。どうした？俺の店に見とれちまったのか？ああ、いい店だ。よせよせ、行商人としてはお前の方が断然上だった。もっとすごい店を構える日も近いんじゃないのか？乾杯！いよいよ明日は祭りじゃ。つまり今夜は前夜祭じゃ。お前、飲むための口実にしてるだろう。主と出会えて本当によかった。うん？主のように生真面目で抜けた男でなければ、わっちの相手は務まらんかったじゃろう。お前の。ああ、初めて出会ったのがもう随分遠い昔のような気がする。確かにな。あの頃はわっちの誘惑に今よりもっとすぐ赤くなって可愛かったの。お前だってあの頃は酒の量が半分だった。主もそのような口答えはせんかった。不思議なもんだな。うん、確かに不思議じゃ。普通に生きていくだけなら狼の体の方が何倍も楽じゃ。肉も噛み切りやすいしの。このホフェラの言うものには未だになれぬ。じゃがの、ん、うん、まだまだしばらくはこの体でいるのも良いかなとわっちは思っておる。その方がちょっとの酒で酔えるしな。うん、たわけじゃ、たわけじゃ、たわけがおる、このたわけめ。まあ飲め飲め。うん、許す。で、酔いつぶれる前に聞いておきたいことがあるんだが。何かな？お前の故郷を特定する手がかりになるようなことをだ。手がかり？道はまっすぐに伸びてないし、当てになるような地図もない。場合によっては遠回りの道じゃないとたどり着けないこともある。うん。例えば、どこか近くの町の名前を覚えてないか？ニョヒラ知っておるのか？ああ、温泉で有名なところだ。異教徒の町だというのにお忍びで行く大司教や国王が大勢いるらしい。そうかや、今でもそうかや。あそこの湯はわちらの頃も傷が早く癒えるのでにぎわっておった。じゃあこっちが北で、ここがニョヒラ。ヨイツはどの辺だ？この辺。南西か。どれくらいだ？わっちの足で2日じゃ。人だとわからん。2日か。あれで2日ならかなりの距離だ。俺の足なら1月はかかるな。心配いらぬ。うまい食い物さえあればわっちは平気じゃ。範囲が広すぎる。狼のお前なら道があるところを通ったとは限らないし、下手をするとまだ1年や2年は。このぶどう酒もうまい。主は飲まんのかや？ニョヒラからならお前一人で帰れないか？そうじゃな。ニョヒラまで行けばあとはわっち一人でも帰れるじゃろ。平気じゃな。孤独は死に至る病じゃ。いや違うんだ、まだまだ一緒に旅は続けるし。うん、それで十分じゃ。ニョヒラまでは案内してくれるんじゃろ。わっちはもう少しいろいろ町を見て回りたいからな。いいか、俺はできる限り協力するつもりだ。さっき言ったことは。オスは優しくてなんぼじゃと言ったが、主よ、あまり気遣われるのは困りんす。わっちゃいかんな。どうしてもわっちらの物差しで物を考えてしまう。主らはわっちが瞬きする間に年老いてしまうからの。そんな短い生涯の一年はとても大事じゃ。そのことをどうしても忘れてしまっての。そうかもしれんが、そのなんというか。そんな顔されたらわっちの方が困りんす。すまん。当たり前のことを忘れていたのはわっちの方じゃ。
主のそばは居心地がいいからな。つい甘えてしまう。わっちゃ酔ったみたいじゃ。さっさと寝ないと何を言い出すかわからん。狼と嵐の前の静寂。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。